となるべく荷物を少なくしような荷物を少なくしよう作戦なんだけど、もう髪の毛を巻いてスプレーをしておけばコテは持っていかなくてもいいんじゃね？ということで配信しながら巻きたいと思います。でもストレートアイロンは持っていかなきゃいけないからそしてまたアプリがインストールできない。イエーイ。では巻き巻きタイムスタート。であわよくばベースメイクも完成させていきたい次第でございます。
しゃみなのか咳なのか。くしゃみです。できない。今無理。全自動ヘアメイク機とか出ればいいのにね。本当にそう。本当にそう。臭いったらありゃしませんわ、こんなの。もうここできない。一番後ろの毛できないからもうこれでいい。これでこれはなんか髪の毛ってアイロンやって熱通して冷める瞬間に一番あの形が決まるらしいよ。だからね、まだ櫛とか通さずスプレーとかもせずちょっとこれでキープ。
左左右の巻く回数適当。なんかそんな右が3回やったから左は3回じゃないとダメとかはないです。適当にやります。やけどのあとそんなね21歳の皮膚はねそんな1週間とかじゃね綺麗になりませんね。しかもなんか擦り傷とか切り傷じゃなくてしっかりやけどだからね、ほんと勘弁してよって感じですよね。できました。こっちがな、もうちょっと巻きたいんだよな。ほら、なんかさ、こっちやるとき、おかしくない？くるくるやってんのにさ、絶対におかしい。もういいや、終わり。これでコテは持っていかなくていい。夜まで持つ？持つよ。昨日とかも持ったし。こうして。そしたら このスプレーを、このスプレーはあのコテ用のくる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 髪の毛用なんだけどさ、これかけたら もうこのスプレーも持っていかなくていいと。あー天才。で向こうでツインテールにすればオッケー。ベースメイクなんてしてる暇がない気がしてきた。
とこれと、これと、うん、オッケー、これでもういけるわ。普段使うバッグはまあ普通の、まあ、これぐらい、あ違うわ、これぐらい、これぐらいなんだけど、おしゃべり会の時は衣装が何着もあるから大きいバッわー、楽しみだな、緊張するな、どんな感じになるのか。リュックじゃない、もう手持ちのバッグ、めっちゃでっかいバッグ。忘れないで持っていく、 iPad、 鏡、スプレー、ストレートアイロン、メイク道具、スイカ。コスプレ衣装。って感じか。ではもうスロット準備を、ちょっと待って、ゆうさ今日、今日は帰ってきてから配信できるかどうかわからないので、もしかしたらこれにて終了になる可能性もありますね。あ、でもちょっとしたいよね、ちょっと配信したいかも、両席祈願したいかも。では壇上変わったのでこちらで読みます。10歳リエマさん、ありがとうございます。12位ごぼうさん、ありがとうございます。11位ひよりげたさん、ありがとうございます。10位まささとうさん、ありがとうございます。9位太郎さん、ありがとうございます。8位ゆきりんさん、ありがとうございます。7位あべべぽきさん、ありがとうございます。6位音速の貴公子さん、ありがとうございます。5位突破球さん、ありがとうございます。4位ビールバラさん、ありがとうございます。3位マシュマロポキ、ありがとうございます。2位ゴンちゃん、ありがとうございます。1位トマオさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。結局
ミニスカにしました。バイバイ、ごきげんよう、行ってきます、バイバイ。